はい、こんばんは。サディルーム斉藤です。今日は中二理科、電気、電流と磁界のゼロの3回目です。これまでゼロの1とゼロの2でリニアモーターとクリップモーターの実験を見てもらいました。今日は砂鉄を使っていろいろな磁石の磁界、この磁石の力を見える化していきたいと思います。で、用意するものとしてまず棒磁石で U 字型磁石で強力なネオジム磁石、そして、まあ、私手作りの電磁石、この4つの磁石を用意しました。それと砂鉄で、あとクリアファイル、これちょっと写真で見にくいですけども、普通にこんな透明のもう安いファイルです、クリアファイル。それと小さな容器、それにガーゼと、まあ、そのガーゼを止める輪ゴム、これだけです。で、これでまずはこの砂鉄のふりかけを作りました。この小さな容器の中に砂鉄を入れ、それをガーゼで蓋をします。まあ、そして輪ゴムで止めてやれば簡単な砂鉄のふりかけが完成です。そしてまあ後の片付けが楽になるように、このクリアファイルの中に磁石を入れて、その上から砂鉄を振りかけました。で、だん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 振りかけていくと、こういうふうな模様ができています。で、これが今回学習する磁石の力が働く空間、磁界です。で、これをいろいろな、先ほどのいろいろな磁石で試したので、その様子を見てください。どうぞ。
今見てもらったように、まずは棒磁石です。でもう少したくさんかけて真上から見たものがこれです。なんかこう綺麗な模様ができてますよね。さあ次、 U 字型磁石では、はい、今度はこの辺りに綺麗な模様ができています。はい、で次、動画ではもう紹介しなかったんですけど、ネオジム磁石、あまりに磁力が強すぎて、はい、こんな風にもう全ての砂鉄がこの周りに集まっていってしまいました。そして最後に電磁石です。で電磁石、このように、まあ、模様ができてました。棒磁石と似た模様ができてたんですけど、私もう少し綺麗にしようとしてトントントンって揺らして逆に崩してしまいました。まあこのように磁石の周りおよびこの電磁石の周りには何らかこう磁石の力が働いているのがこの砂鉄の実験で分かってもらえるかと思います。でここで、砂鉄なんて持ってないわっていう人、まあ、私はたまたま過去に購入してた砂鉄があったんですけど、砂鉄なんて買う必要ありません。砂場とか砂浜に行けばいくらでも砂鉄を取ることができます。でその砂鉄を取る、集める様子も番外編で紹介しますので、そちらも少しだけ見てください。でまず準備するものがこの砂場の砂です。あの私何回かこの学習5分塾の中で砂使ってますけれども、あの娘が小さい頃に庭に作った砂場の砂です。それと強力ネオジム磁石で、強力って言ってもこれ普通に100円ショップで売っているものです。それとこのビニール袋、小さいビニール袋を用意しました。でこれだけでも実験できるんですが、その集めた砂鉄を吸って離しやすくするために紙コップを使うと便利です。でこのネオジム磁石をビニール袋に入れ、でそれをこの紙コップの中に入れて、あとはもうそれでこの砂場の砂の中、もしくは砂浜行って砂浜の砂をもうグリ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 かき回すだけです。さあではその様子を見てください。どうぞ。
今見てもらったようにこの砂場の砂の中かき回すと、もうすぐにこのぐらい紙コップに砂がひっつきます。でまあこれ砂鉄だけじゃなくて砂もいっぱいひっついているので、でこれをまあこのように紙の上に落として、まあ何回かして集めたもの、その中から砂鉄だけを集める、だから砂を取り除く作業をしました。でこれもまあ紙コップありでやってもいいんですけど、今回、まあ、この、磁石をビニール袋に入れただけのもので集めると、砂は残って、この黒い砂鉄がだん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 集まっていくのが分かります。でこのようにすれば本当に簡単に砂鉄は集められるので、その集めた砂鉄でさっきのような磁石の模様を見てもらったらなと思っています。さあ今日は砂鉄を使った実験を見てもらいました。次回砂鉄じゃなくて方位磁針、方位磁石を使った実験と、もう一つこのネオジム磁石を使った実験、その2つを見てもらいたいと思います。では今日の授業は以上です。